になると、まあ、いろいろ違うのではないかなというふうに思います。今まで何回か、お話ししましたように、平和の祭典であります。で、平和の祭典を、まあ、妨げる要素というのもいろいろあります。政治に、利用する、勝つことに重きを置きすぎて、フェアプレーを傷つける、まあ、そういうことが、まあ、今までいろいろありました。今回はどうなるか、それからまた今回は平和を直接に、傷つける、妨げる、テロ、戦争と、まあ、結びついているような問題点もあります。今日は短い時間ですけれども、まあ、そんな観点から、8コマお話をしたいというふうに思います。これはテロとオリンピックの問題でありまして、ドイツのミュンヘン、ドイツのミュンヘンで行われたオリンピックが、テロで大変なことを妨げられて大変なことになりました。パレスチナのテロリストが選手村に入りまして、パレスチナの一番の敵はイスラエルですから、イスラエルの選手を人質に取って、目的は何かというと、イスラエルに捕らえられている230何名の、パレスチナの人質を解放しろと。で、イスラエルは妥協しないで、まあ、貫いたために、大変な犠牲者が出ました。まあ、そういうオリンピックとテロの問題っていうのは、今度のこの、ピョンチャンオリンピックも抱えている問題で、日本とアメリカは特にいろいろ警戒をしております。まあ、そういう問題であります。それからこれは裸足の、アベベと言われたアベベ選手です。で、アフリカで初めて、金メダルを獲得いたしました。前々回あたりに、やはりこの選手はアフリカのエチオピアですけれども、エチオピアの女性の、1万メートルの選手ツルが女性として初めて、アフリカの女性として初めて金メダルを獲得し、そして南アフリカアパルトヘイトで非常に人種差別で有名なが行われた、かつて行われたアパルトヘイト その南アフリカ共和国の女性と手を取ってウイニングランをやった話をしましたけれども、彼女もこのアベベと同じエチオピアであります。で、まあ、エチオピアはファシズムのムッソリーニのイタリアが侵略を仕掛けた国でありますけど、アフリカの国でありますけれども、エジプトの南の国で、南に位置する国で非常に貧しい国で、アベベは小さい時から裸足で育った人であります。で、裸足で走って優勝候補ではなかったんですけども、金メダルを獲得いたしまして、で、なんともう1回東京五輪でも金メダルを獲得しまして、2大会続けて金メダルを獲得するというのは史上初めてで、空前絶後と言われております。皇帝の警護官などもやっておりました。エジプトの南のエチオピアという国の貧しい国の選手であります。これはアメリカの、カールだと思いますけれども、4大会4つのオリンピックに、出場して
金メダルを獲得しました。確か4大会で9個の金メダルを獲得いたしました。それでこのカールと関連付けて話したいのが、ちょっと待ってください。これベン・ジョンソン、ベン・ジョンソンでここに挙げてますと1位っていうことで、今話したアメリカのカールよりも先んじて優勝したんですけれども、2週間後に金メダルを剥奪されました。ドーピングが発見されたからであります。このオリンピックのシリーズで大きな問題は薬の問題、政治の問題、それからお金の問題だっていうふうに申し上げましたけれども、それがここに現れているわけであります。それから、これはですね、オーストラリアの、選手で、これは非常に驚くべきこのこと背景が あるわけなんですけれども、ベルリンじゃなくて、これはキャシー・フリーマン、シドニーオリンピックなんですけれども、アボリジニ、オーストラリアの原住民のアボリジニの、人で、あります。でこれはこの人が金メダルを獲得してですね、会場全体が沸いて、拍手で沸いて、世界が驚いたんですけれども、それには大変な人種差別の背景があります。皆さんもご承知のように、オーストラリアはイギリスの植民地でありました。今でも大英帝国、エリザベス女王を上にをいただく、そういうグループでありますけれども、なんとですね、これはイギリスの、非常に恥ずかしい点であるというふうに思いますけれども、スポーツハンティング、動物を狩りですね、狩猟、そのスポーツハンティングの対象にされたという過去があります。アボリジニは。でその人が、そういう背景を持つ原住民、少数民族の人が世界のオリンピックの大会で堂々とですね、戦って金をもたらしました。それからこれは、あそこに立っているのは、オリンピック、マフメッド、カシアスクレイで、この時はカシアスクレイだったんですけれども、この大会の時はカシアスクレイですけれども、その後モハメッド・アリになりました。でベトナム戦争などに反対したり、それから徴兵を拒否したりしました。そして後のオリンピックにはこの当時松明を掲げている非常に栄光のある役割を後のオリンピックで担うんですけれども、その時は世界の人がびっくりしたんですけれども、やっと歩いているような状態だった。私も見たんですけれども、これはなんとか病、なんて言ってたっけな、パーキンソンを患ってました。そういうハンセン、平和に、命がけでやったという、そういう過去もあるわけであります。そしてこれはですね、アメリカのジェシー・オーエンというアメリカの黒人でありますが、ベルリンオリンピックのこれは絵であります。でベルリンオリンピックは1936年っていうと、ヒトラーが政権を取って、そして第二次世界大戦に入っていく、そういう大変な場面です。この、ベルリンオリンピックの、
1936年のその、直後にですね、3年後ですけれども第二次世界大戦に入っていました。で、日本はこの、ヒトラーナチスヒトラーと手を組んで三国同盟を結んだために、その後大変な太平洋戦争に追い込まれていくという運命をたどります。で、関連ですけれども、先ほどエチオピアにの話をしましたけれども、エチオピアを侵略したのはイタリアであります。で、イタリアはムッソリーニ、ムッソリーニのイタリアとヒトラーのナチスと、そして、まあ、東条の日本、この3つが三国同盟を結んで、全体主義の国、ファシズムでありますけれども、三国同盟を結んでアメリカやイギリスと戦って、大変な結果になったわけですけれども、このアメリカの選手、ジェシー・オーエンスですけれども、人種差別の関係で大変苦しみました。で、ヒトラーの話をちょっとしなくてはならないわけですけれども、まあ、私がこれは歴史の関係で私のふるさと地区でもいろんなところでユダヤの話はしておりますけれども、ヒトラーは大変なですね、そういう人種的な迫害をやったことはもう有名です。まあ、700万とか800万とかっていうそのユダヤ人を虐殺しました。で、ここでも杉浦でしたっけ、杉浦中根でしたっけ、その話をしましたけれども、それとの関係ですけれども、そのヒトラーの、その、信念、盲信ともいうことはですね、ドイツ民族、ゲルマン民族が一番優秀なんだという、まあ、信念で、そしてゲルマン民族の純粋性を維持するために、貫くために、そのユダヤ人が邪魔なんだと、ユダヤの血が入ることによってそのドイツは第一次世界大戦に結束できなくて敗れたんだと。で、これはこの場面は第二次世界大戦ですけれども、第二次世界大戦はユダヤ人を排除することが勝つために必要なんだというようなですね、まあ、そういう平和とか人種、人権とかに全く反するそのヒトラーの思想だったわけですけれども、その黒人が、これはアメリカですけれども、黒人がヒトラーの思想を貫けばですね、このオリンピックっていうのは、その白人がその優秀であるっていうことを示す絶好の場面で、白人が金メダルを 取らなくちゃいけない、それで人種的にその劣っているというふうに考える他の民族、特に黒人などが金メダルを取るっていうことは許されないっていうのがナチスの、まあ、思想であるわけでありますけれども、それを真っ向から否定したのが、否定した結果がこの、ジェシー・オーエンスの金でありまして、これは、まあ、4個の金を確か取ったんですけれども、世界中から当時もまさにですね、全体主義 その、三国同盟、それから民主主義をこう進めようとする英米の勢力っていうものがこう真っ向からこう対立している頃で、時でありますから、世界中から反ナチスの英雄っていうふうにこの人は称えられたわけであります。それからこれは一つの象徴的な場面です。3人いますけれども、真ん中と右は黒い手袋、拳ですね、手袋じゃなくて拳を突き上げて、そして視線は下を向いてます。一番左の人と視線が違うんですよ。この視線が違うっていうのはどういうことかっていうと、国旗ですね、まあ、日本で言えば日の丸、国旗に、敬礼を敬意を表していない、国旗に視線を向けないで
あのむしろここにあの突き上げている、拳を突き上げているっていうことで、これはあのアメリカの、選手なんですけれども、あの黒人の選手なんですけれども、自分の、母国であるそのアメリカ の, その人種政策に反抗して、抵抗している、姿であります。これは1968年の、メキシコ五輪ですけれども、200メートルで1位を取ったトミー・スミスと、3位のジョン・カルロス、国旗を見ずに黒い手袋で拳を振り上げる。それでこれはこの2人は選手村からこの直後追い出される、そういう IOC から選手 IOC によって選手村から追い出されました。それはどういうことかっていうと、このオリンピックに政治を持ち込んだということなんであります。そういうことでですね、オリンピックに政治を持ち込むっていうことが許されないというさ、まあ、そういう思想であります。で今回の平昌五輪、冬季五輪でありますけれども、日本とアメリカは特にその北朝鮮とのこう火花を散らすような状況だから特に緊張してますけれども、世界中が北朝鮮に対して経済制裁をしております。それからミサイルがいつ発射されるか分からないというような状況で、あります。そういう中で北朝鮮はこのオリンピックをまさにですね、政治的に利用している、まあ、プロパガンダに利用しているということで非難されております。なんとですね、その明日あたりですかね、明日とかその、その大会に合わせて軍事パレードをやるとか、それから、まあ、一部ではですね、日本もまあそうかもしれませんけれども、大変な何百人という美女軍団が来るというので、まあ、大変興味を持って押しかける向きもあるようですけれども、大変な状況が今可能危険性があるということでありまして、まあ、間もなくやってくる日本の東京五輪っていうのは、日本を東京五輪においては、日本はこれが日本、これがオリンピック本当のオリンピックなんだっていうことを示すような、そういう平和の祭典にしなくてはならないというふうに思います。そしてその平和の祭典の基礎になっているのは、私は日本国憲法であるというふうに思っております。話がちょっと脱線しますが、あと1分なんですけれども、私のふるさと塾では日本国憲法をゼロから学ぶっていうのを立ち上げました。ここでは私のふるさと塾へ来ている人が2人いるんですけれども、この平和、この平和のそのシリーズでもですね、時々日本国憲法の話をしたいというふうに思います。憲法を学ぶっていうことが今非常に求められていて、それは何も9条だけではなく、いろいろな深い意味があります。で次は東京五輪、昭和39年の東京五輪を中心に取り上げたいというふうに思います。ご清聴ありがとうございました。